フェアモール福井は、福井県福井市大和田二丁目にあるユニーが主体となって管理、運営するモール型ショッピングセンターである。ハートビル法適用建物。各店舗はユニーが運営するアピタ福井大和田店。中部地区を地盤とするユニーと、専門店街、エルパを運営する地元の有志が出資した、共同組合福井ショッピングモールが共同運営している。2000年にオープン。 また、現在のフェアモール福井の複角テナントともなっている愛知県を中心に展開する独立経済大手のシネマコンプレックスチェーンコロナワールドが遅れて2001年12月15日に開業。ユニーとコロナワールドとの組み合わせとしては、林県の石川県にある2007年開業のアピタタウン、金沢米が挙げられる。国道8号の大和田交差点から 大和田南交差点の西面に隣接し、それまで福井県下最大だった道志家道のショッピングシティベルを上回る敷地面積となっており、北陸3県最大クラスとなっている。競合店は約 1.5km 南に位置し、同じ国道8号に隣接するパワーシティワイプラザ福井店など、開業時よりホームセンター、U ホーム、福洋和田店が 店舗一回北側に入居していたが、2011年2月20日に撤退。店舗跡地は、同年6月23日にリニューアルオープンし、無印良品、ユニクロのほか、ビレッジバンガード ABC マートなど14の福井、県内初出店テナントを含めた21店舗が新たに入居した。柱がテーマカラーによって塗り分けられている。左から、アピタエルバ、専門店 コロナワールド館アピタ大和田専門店モールメインの建物を公式に本館と呼称することはないが別棟に対応させる形で便宜的に本館と呼ぶ南側から順に上げるエルパ、アピタ専門店棟にはそれぞれテーマカラーを設定しエレベーターと立体駐車場の柱が色分けされている例えばエルパゾーンの場合3階と屋上の駐車場は 柱や壁の一部などがピンクで塗色されているため、駐車した場所の識別が可能となる。なお、前述のリニューアルで、専門店棟の1階のみ、テーマカラーを廃止し、茶色基調のエレベーター乗り場へと改められた。エルパプラス出店テナント全店の一覧、詳細情報は、公式サイトの専門店情報を参照。ありがとうございます。